川鍋教祭、川鍋教祭、川鍋教祭、天保2年4月7日、1831年5月18日、明治22年、1889年4月26日は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、日本画家。号は、行祭とは読まず、教祭と読む。それ以前の、教祭の号の、今日、暁に改めたものである。明治3年、 1870年に、筆家事件で捕らえられたこともあるほどの反骨精神の持ち主で多くの擬雅や風刺画を残している。仮の葉の流れを受けているが、他の流派、画法も、貪欲に取り入れ、自らを、ガキと称した。その筆力、射精力は群を抜いており、海外でも高く評価されている。天保二年、1831年、下佐国古川。は、 国町、原井茨城県小賀市中央町二丁目にて、川辺木江門時代の次男として生まれる。父は、古川の米国省、亀谷の次男の生まれで、小賀藩士、川辺北尾信政の養子氏で、母は、浜田藩松平家の藩士三田坊の娘。天保三年、1832年に、江戸へ出て、幕臣の低引け子同心の株を買って、本郷お茶の水の引け子屋敷、 元本郷三丁目に住み、海野生を名乗る。同時に、一家は揃って、江戸に出ている。幼名は、周三郎と言い,い、川辺氏を継いだ。兄に、直次郎がいた。天保四年、1833年、周三郎は母に連れられ、立林の親類、田口家へ赴いた。この時、初めて、周三郎は、川津の写生をした。天保八年。 1837年、浮世絵市、歌川国吉に入門。国吉は門弟に人を打ち、組み伏せ、投げ飛ばし、また投げ飛ばされる、様々な形態を注意深く観察すべきだと教えていた。若き教祭は、この詩の教えを忠実に実行するため、一日中華城を片手に貧乏長屋を徘徊し、喧嘩口論を探して歩いたという。天保十年。 1839年5月、梅雨の長雨による、出水時に神田川で拾った生首を射精し、周囲をびっくりさせたという、生首の射精の伝説を残す。天保11年、1840年、国吉の祖行を、心配した父により仮の派の江島へ、村道話に再入門。ホラワは、京菜の火災を愛し、ガキと呼んだという。しかし翌年、 ほら我が病に倒れたため、彼の死下にあたる駿河台かの家当主のほらじろに預けられた。降下3年、1846年には、小石川片町からの出荷で引けし屋敷も消失してしまうが、この時火事の写生をしている。仮の波門帝時代の逸話に恋の写生の話がある。過労で疲れを覚えた教菜は熟成たちと川遊びに出かけ、 そこで三尺近い鯉を生け通ることができた。教祭は遊び仲間を置いて急いで画塾に戻り、この鯉のあらゆる部分を忠実に射精し、鱗の数をも正確に数え上げた。射精を終えると仲間たちは鯉を殺して食べようとしたが、教祭は、この鯉はあらゆる部分を射精させてもらった以上我が師であり、礼を尽くして天授を全うさせてやらねばなりませんと抗議した。 教祭の兄弟子は聞く耳持たず料理を始めようとしたが、突然恋は激しく飛び上がり、結局、教祭の意見が通って、近くの池に放たれた。後年、教祭は自分に恋を書く、優れた技量があるとすれば、それはこの事件によるものだとよく語ったという。カエ元,元年、百四十八年に、現存する教祭最初期の肉筆作品、ビシャモンテンの図。 川鍋共済記念美術館像を制作している。翌く海英2年、1849年、ホラジロより、ホラカオルチンの、遠いくのり、雪のごを与えれる。仮の葉の修行は、橋本画法によると一般に入門から卒業まで11、2年、かかると記しており、9年で卒業した共済は、優秀と言える。さらに、海英3年、1850年11月には、 縦林藩、秋元屋の絵師坪山道さんの養子になって、坪山ほら薫と称している。嘉永5年、1852年、遊興がたたって、珍しい帯の射精をするために、女中の尻を追って行って誤解されたと言われる、坪山家を離縁され、しばらくは苦難の時代が続いた。しかし一方で京西は、土佐派、林派、四条派、浮世絵など、 日本古来の画流も広く学んでいた。その数年後の安政2年、1855年10月2日に、起こった安政江戸地震の時に、金垣路文の義文により描いた生図絵、大井生図によって本格的に世に出ることとなった。この生図絵は、地震で壊滅した遊郭の吉原が仮店舗で営業しているという広告のようなもので、京祭の西絵第1号であったが、それは、 歌川報告風の女性となまずの格好をしている遊び人の組み合わせで、彫りも悪く、共済にとっては名誉ある諸女作とはとても言い難いものであった。またこの時期、牧江氏菱田十八の下で死体を描いている。安政四年、1857年、江戸林派の絵師鈴木その一の次女を清と結婚、絵師として独立するとともに、父の希望で、 川鍋聖を継承した、会話三年後、教祭の兄直の次郎が継承。安政五年、1858年、仮の葉を離れて、清成教祭とこし、浮世絵を描き始め儀が、風刺画で人気を博した。他に、万円元年、1860年頃から朱茉羅と、称して、西絵を描き始めている。他に、修羅祭雷酔い、酔い雷棒。 生成案などの号もあり、文久三年、1863年、歌川派の絵師による合作、五条落東街道に参加した。明治四年、1871年以後、号を、共彩と改める。明治十八年、1885年には、湯島の霊雲寺の法廷になって、絶空入道を、を空古寺と交した。幕末期は教祭が不、共彩画布。 京西百図などを出版したほか漢画、京画、浮世絵それぞれに腕を振るった。明治元年、1868年、徳川家の天保と共に京西の母と老い、亡くなった兄、直次郎の息子は、静岡へ移る。明治三年、1870年10月6日、上野忍池のバズの町、邸における、諸画会において、新政府の役を批判する戯画を描き、 政治批判をしたとして捉えられ未決集の入る、大番屋へ。翌年に方面あとは、共済を名乗る。幕末から絵日記をつけ始めたようで、亡くなる1ヶ月前のものまで残っている。20年も書いたが発見されているのは合わせて4年、分である。書かれた人の似顔絵が似ているばかりでなく、ありとあらゆることを記録し、金の支払いから、画料、毎日の天候まで記し、 気象庁でも毎日の天気の記録は、明治十四年、1881年からであるから、彼の記録は貴重である。明治五年、1872年、神奈川記録文の、あぐら鍋、第三編。明治七年、1874年、西洋道中膝繰り毛、第十一編の一部、第十二から十五編などの挿絵を描く。明治六年、1873年、 ウィーン万国博覧会に、大登り、神宮古豪、竹内スクネズを送り、日本庭園入り口に建てられる。明治9年、1876年、エミール・ギメラの訪問を受ける。ギメが連れてきた画家、フェリックス・レガメと互いに、肖像画を描いて競い合った。明治13年、1880年、新富座のために、幅17メートル高さ4メートルの、 妖怪引幕、早稲田大学演劇博物館像を4時間で描く。明治14年、1881年、第二海内国館業博覧会に出品した、枯れ木サムガラスズ、小木ガズ、栄太郎像が、妙義二等賞杯を受賞。教祭はこの作品に100円という破格の値段をつけ、周囲から、カラス一匹にその値段は、高すぎると非難されると、これは、 カラスの値段ではなく長年の画技業の値であると答えたという。これに新意気を感じた、栄太郎本舗店主、細田安兵衛は本当に100円で購入して、教債は面目を保った。その後このカラスは、100円ガラスと呼ばれ、教債は画面を高めるとともに、仮の葉の正当な絵師として世間に認知されるきっかけとなった。同じ明治14年、親とい外国人の建築家、 女債やコンドルが入門。コンドルは共済からイギリスの共済を意味する赤月への号を与えられるほど親しく、二人の交流は前日の共済の絵日記にも見られる。この絵日記では他にも、明治3年、1870年頃から明治22年、1889年3月頃の共済の私生活の状況がある程度を把握できる。例えば明治17年。 1884年2月26日に、客山本、吹きの塔、大島屋、玉子、笹の雪マイルとあり、大島というのは、尾型月光に代わって、月光の弟、名教、治療基地の面倒を見入る親戚のことではないかと思われる。笹の雪は、台東区根岸市にある、京西馴染の豆腐専門料理屋である。正確には、笹の雪、今日でも、 ねぎ名物で著名、同年仮の道、春秀信が死去の際、仮の派のが法順子を依頼されたため、改めて仮の宗家のカノヒサ特に入門し、駿河台カノ家を継承した。岡倉角造、天心、フェノロサに、東京美術学校、現東京芸術大学の前身の教授を依頼されたが、果たせずに、明治22年、1889年、 遺んのためコンドルの手を取りながら聖居。教債は、死の三日前、絵筆を取りたい欲求に格子がたく、枕後ろの障子に痩せ衰えた自分の姿と、もうすぐ自分が入るであろう格型の桶を描いたという。墓所は、谷中にある随林寺、東中正行院、海名は本遊院、女空飛太古寺。破壊し、台東区文化財は、遺言により、教債が好んで描いた河津に似た。 自然石が用いられている。共彩の門人としては、二番目の妻から生まれた次男の行運、三番目の妻から生まれた共彩の長女、川辺行水のほか間野明邸赤月帝の父であった赤月流、早川松山、長井はじめの儀、土屋明春、辻明夢、斉藤明文、長近家となった、雲野義盛、松下久吉、林宝泉、島田智春、 大江学王、本徳寺、女妻屋コンドル、鹿島赤月卯、清兵小月光の弟、滝村博士宝らがいた。川鍋共済王伝いには、行運の話として、前述の松山、赤月流、赤月帝、赤月春、赤月夢、吉森、学沖名、宝船、コンドル、赤月卯、友春、博志宝のほか、松下久義、模様子の小島石倉。 小島豊吉、上江市の石崎守蔵、政府省の九八、医師の本郷坊、彫刻師の千太郎、山本龍道、杉本留吉、柴田坊の合計二十二人の名前を挙げている。さらに小林清地か、綾部行月、吉田明香る、三宅加穂が共済の門人として挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。